第20話を進めていっています。第20話現代の世界ですね。その冷戦構造というのが前の回ではできたというお話をしました。で、例えばアメリカ側ですね。アメリカ、これは西側です。そして、西側であって資本主義諸国ですね。はい、アメリカ側であって西側であって資本主義諸国が固まってきたと。そして、ソ連側、そして、これは東側と言います。そして、社会主義側ですね。こういうのが、徐々に陣営が固まってきたよという話。そしてアメリカが仕掛けてきますね。これはトルーマンドクトリン、ソ連の影響、社会主義国の影響を封じ込めようという政策ですね。どのように封じ込めるか、お金をばらまくんですね。こういうマーシャルプラン、トルーマンドクトリンとそれを具体化したマーシャルプラン、この2つで、アメリカはアメリカ側の国を増やそうと画策をするわけですね。それに対してソ連側はコミンフォルムという組織を作って、各国の共産党を連絡を、ね、密にすることで、アメリカ そのトルーマンドクトリンやマーシャルプランの仕掛けに対抗しようとするわけですね。ここから先どのようにヨーロッパ あるいは欧米諸国が変化していくかという話をしたいと思います。ドイツの東西分裂というお話です。はい、じゃあですね、ここのまずアメリカ側の仕掛け、ソ連側の仕掛けがあったことを把握しておいて、一旦消してヨーロッパ情勢をちょっと説明しようと思います。すると、はい、チャーチルが指摘した鉄のカーテンというのが、アメリカ側についたヨーロッパ、西ヨーロッパ諸国とソ連側についた東ヨーロッパ諸国をこう分けるラインになっています。するとですね、この中でしかしちょっとだけですね、特殊な国が2カ国あって、ちょうど地図で見るとこのようになっています。感じですね。そしたら、それはほとんどちょっとオーストリアの話はまたちょっと別で、今はこの2カ国の話をしたいと思います。東側諸国を固めにかかったソ連、西側諸国を固めにかかったアメリカですけれども、この中で、どっちともつかないような国が2カ国あると思ってください。まずはチェコスロバキアです。これはチェコスロバキアはどちらかというとこう中立な態度をとっていて、どちらの陣営に属するかっていうことをまだ明らかにしていなかった。そしてもう一つはドイツです。
ドイツは、イギリス、アメリカ、フランス、ソ連によって分割占領された状態だったわけですね。なのでドイツはまだこう主権が回復されていない、要するに国として、まだ認められてない状態です、はい、この2つの国が西側に行くのか東側に行くのか、まだ不透明だった国ですね。じゃ あまずですね、この東側赤い方ですね、ソ連側が、仕掛けてきます、まあ、仕掛けたというかですね、こちら側の矢印はソ連側の矢印です。東側の動きですね、まずチェコスロバキアでクーデターが起き、まあ、政権がひっくり返されて、このチェコスロバキアもこの赤の領域に入るよっていうことが明らかになったということです、ね、これでソ連はまた仲間を得たわけですね。さ あそうするとですね、徐々に徐々に東側がどん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 その味方を取り込んできている。じゃあ西側はどういった動きがあるかというとですね、西側の動きを書きましょう。そうすると西側はこういうことですね。このドイツという国、今は分割占領されてて、まあ、まだ国としてその主権が回復されてないわけですね。そうするとですね、まあ、でもいつかこの占領は終わるだろうと。占領が終わった時にこのドイツを西側に引き込むか東側に引き込むか、アメリカとソ連の間で綱引きが起こるだろうって考えるわけですね。だってドイツはヨーロッパ一の工業国、世界でも有数の工業生産力を誇りますよね、今でもそうですよ、ね、ベンツがあり、ね、BMW があり、ね、いろんな会社が あるわけですね。するとアメリカだ、いやソ連だ、アメリカだ、で資本主義が社会主義がこの主権が回復された後のドイツを綱引きをしてうちの側に引き込みたい、いやいやいやうちの側だっていう風になるんですが、ちょっとドイツを見てみるとですね、アメリカ、ごめんなさい、実際の地図に近づけた形で書くと、イギリス、アメリカ、フランス、そして、ソ連というふうに、実はすでに分割占領されている段階から、西側はアメリカ、イギリス、アメリカ、フランスにの占領を受けている。東側は、ソ連の占領を受けているわけです。だから主権を回復しても占領状態、アメリカやイギリスやフランスやソ連が引き上げても、こ
こちらは西の影響が強く、こちらは東の影響が強いということになりますね。そうすると工業国ドイツを綱引きをして自分の側に引っ張りたいが、アメリカはなかなか難しかろうと、アメリカ、イギリス、フランスあたりはそれもなかなか難しいだろうから、もう西側だけでもいいから先に自分の側に取り込みたい、ね、要するにもうこうやってでもいいので、早く自分の側に引き込みたいと思うわけですね。こういったことから、はい、はい、要するにここで通用するドイツ全体のうち西側にだけ通用する通貨を発行し、東と西を経済的に切り離して、その西側を早々と自分の側に引き込んで確保したいというふうに考えたわけですね。そうするとですね、ここだけに発行した新しいドイツマルクというお金はですね、なんせ後ろにアメリカがついているわけですね。世界一の経済大国が背後についているわけですから、こっちのドイツのお金は非常に強いわけですね。そうするとソ連をバックにしたドイツ東側で発行されているお金は、まあ、信用が置けないなっていうことで、バンバンこちらの人たちが、ね、東側に住んでる人たちがこの東のドイツマルクを売って西のドイツマルクを買おうとするわけですね。そうするとだんだん、この人も西側のお金に、まあ、そのズブズブと使ってしまって、いつしかドイツ全体を取り込むことができるだろうと、そういうふうな戦略ですよね、はい、じゃあね、このソ連側はこのドイツの東側の人たちがどんどん西側のお金を欲しがる、西側に加わろうとする、この動きをなんとか止めたいということで、仕掛けを行うわけです。それが、実はこのドイツの首都のベルリンもソ連とイギリス、アメリカ、フランスの4カ国の占領を受けていました。
ドイツ自体も4カ国、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の占領を受けていたんですが、ベルリンも同じくイギリス、アメリカ、フランス、ソ連の占領を受けていたわけですね。そうすると当然こちら側、ベルリンのこちら側はソ連の影響が強く、ベルリンの西側はまだ西側にとどまっているわけですね、こちら側です。とすると、じゃじゃん、ドイツを簡単に言うと、アメリカたち資本主義の影響が強い黄色の部分と、社会主義の影響が強い赤の部分があり、その中でもベルリンの西側は赤い社会主義国側勢力の中に浮いた島のようになっているわけですね、はい、じゃあアメリカ側が行ったドイツの西側にで行った通貨改革に対抗して、ソ連はこのベルリンを封鎖して、この通貨改革をやめなさいと、新しいドイツマルクを発行するのをやめなさい、さもなければこの西ベルリンの人々を例えば電気の供給もストップ、水道の供給もストップ、あるいはその物資ですね、食料の供給、ね、西ベルリンに運ぶのもストップ、ね、して、西ベルリンの人たちをその兵糧攻めにしてやるぞというわけですね。飢え死にさせてやるというような勢いでベルリンの西側だけをこう封鎖していくわけですね、はい。ベルリンというのは一国の首都ですね、その首都には何十万人何百万人という人がいます。多分、ですね、200万人以上住んでいたと思います。この西ベルリンにはですね、その200万人住んでた町を封鎖してしまうと、食べ物なんてすぐに食い尽くしてしまうし、電気もないガスもない水道もない状況ですぐに飢えて根を上げるに違いないとソ連側は考えたわけです。しかしですね、西側は空輸でこのベルリン封鎖を対抗するわけですね、通貨改革をやめなさい、さもないと こいつらが飢え死にしてもいいのかっていう封鎖を行ったら、アメリカがですねそこに乗り出すわけですね、アメリカの軍用機輸送機をたくさん仕立てて1日、250機ですね、この250機をもう外からバン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 ベルリンの街に飛ばして、食べ物であるとか、その飲料水であるとか、あるいは生活物資であるとかをどん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 運んでは帰ってきて、また運んでこうやって、その200万人以上のベルリンの人々をもう一日も飢えさせることなく、これで1年間以上ベルリンの人を持たせたわけですね、いきます。
たしましたが、はい、ベルリン市民に物資を供給し、その一日も飢えさせることなくね、行ったわけです。で、その250機をこうバン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 ピストン輸送するので、その、まあ、1日の発着回数は空港をね、ベルリンの空港ではとんでもないところにまでなっていると思います。記録によると1分に1回離着陸があったということですよね。私はあの結構過密な福岡空港のそばに住んでいたりするんですけども、それでも何分かは空ける、2分以上は空けるんだと思いますが、1分に1本っていうのは事故らないかっていうぐらいの頻度だと思います。まあ事故もあったでしょうね。ただこのベルリン市民を救うためにベルリン空輸をバン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 こうアメリカが中心になって行ったわけです。さあそうするとですね、このソ連側が行った、東側が行ったベルリン封鎖は脅しをかけるどころか逆に、アメリカをヒーローにしただけですよね。アメリカがその輸送機を持ってね、ベルリン市民の飢えを救っているね。どっちかというと、もうやればやるほどこちらが悪者、こちらがヒーローになってしまいますので、これでは逆効果ですね。約1年のベルリン封鎖の末、このベルリン封鎖を解いて、終わらせる、まあ、ソ連側が折れた形になってベルリン封鎖は終結をするということになります。冷戦はこのベルリン封鎖という、まあ、第一ラウンドというか前哨戦を終え、ね、ソ連の封鎖、アメリカのこう、ね、空輸というちょっと意地の張り合いのような、まあ、小競り合いを経て、やはりさらに結束を固めないとなっていうふうに思うわけですね。西側は NATO、 そして、経済相互援助会コメコンを東側は結成するということになります。はい、ここまでが、まあ、一段落ですね。マーシャルプラン、そして、コミンフォルム、そして、西側が、まあ、チェコスロバキアがこっちに入って、西側の通貨改革、それに対して、ベルリン封鎖でベルリン空輸、こういう小競り合いがねまた起きた場合にまたね、なんかいろいろあるかもしれないので、結束を固めるわけですね。NATO、そしてコメコンというふうに、
まあ、冷戦構造なのでこっちとこっちがこうしていろんなことが進んでいきますよ。はい、そしたらですね、もうドイツはこの綱引きの結果、占領状態が終わる、主権が回復されてももはや西と東に全く違う国家として、成立することになります。書いておきましょうか。今日の最後は結局ドイツの主権が回復された時に、東西分裂ですね。はい、西ドイツは、はい、ドイツ連邦共和国、アデナウアーという人が首相になっています。東はドイツ民主共和国ですね。はい、ドイツが分かれました。このドイツが分かれたことをベルリンの壁、と思っている方も多いんじゃないかなと思いますが、まだここではベルリンの壁は全然できてない状態です。このベルリン封鎖、ベルリン空輸などによって、もはや別の国として、分かれましょうねっていうことになったということです。はい、今回はここまでです。